石本くん。
終了でございます。ご覧のように7対0で法政大学が勝ちました。お客様にお願い申し上げます。ご退場の際、ゴミは所定のゴミ箱へお願いいたします。皆様のご協力をお願いいたします。お知らせいたします。続きまして、本日の春季リーグ戦、慶応義塾大学対立教大学の第1回戦は14時10分試合開始予定でございます。試合開始まで今しばらくお待ちください。